釣り子 TV です。釣り子第一スタジオに今日ゲストが来てくれてます。竿を買ってきました。スーさんが竿を買ったっていうことで、ちょっとこれから取材していく。開封の方をお願いします。早くもしちゃいますよ。はい、お願いします。ネジットデザイン。ネジットデザインです。それはあの噂のマルチピースロットじゃないですか。5ピースですよ。5ピースです。おお、袋かっこいいね。あ、それで中にまだまあまあ入ってるね。その袋があるんだ。ハードケースではないけど、うん、まあ、これの方が便利だね。だからちょっとソフトケースの中にそういった5ピースの中にねえ、はい、おお。まずはグリップ。グリップ部分。グリップ、2本目。あ、ガイドはないんだね。ガイドはまだないね。どっちかな、これ。どっちだろうな、わかんない。まあ、とりあえず2本目、3本目。3本目ちょっと、あー、はいはいね。連結部分が矢印になってる。あー、矢印でどことどこ、うん、はいはいはい。5ピース。次4パーツ目。これ4パーツ目。ほうほうほう。で、5パーツ目。はい。刺したかどうかが不安だよね。刺しとこうか。OK。絞り込んでみましょう。はい。おお。いいっすね。まあ、じゃあちょっと絞り込みのはまた後でちょっと検討して。これでまあスーさんいろんなところ行くからね。リュックの中に入れて、リュックの中でまたハワイ調光も予定されてますんでね。これで一本でなんとかなっかな。まあね、まあダメだろうな。ダメ、まあダメだろうね。それと何があんだっけ。あと ないよな。ないよな。ないよ。何が何が。まずこれ型番がワイルドサイドの WSS63L の5ピースということで 0.9g から 7g で、ラインは3ポンドから6ポンドで使うっていうことで、5ピースなのにこの6フィートちょっとっていう短いのがいいよね。だね。うん、大概あのマルチピースロットっていうと 6.6 とか7フィートとかちょっと長めの番手が多いんだけども、これはそんで価格が3万1000円の消費税別っていうことで、で、まあ、カーボン竿だよというところで、姉妹寸法が44センチ以内に収まってるってことだから、飛行機の機内持ち込みできるバッグなんかにも入れられるはずだね。うん、で、L パワーっていうことで、でですね、フィネスゲームはお任せ、バーサタイルスピン、フィネスゲーム全般を受け持つバーサタイルなライトアクション、ノーシンカー、ダウンショット、ネコリグなどの
ライトリグ全般をそつなくこなす癖のないスムースなアクションはシャットなどの軽量ハードウェイトへの適性も併せ持っています。 6.3 を5ピース化することでスーツケースは言うまでもなくビジネスバッグや小型バックパックにも収まる収納性、携帯性を持っています。あらゆるフィールドにおいてライトリグフィネスフィッシングの準備をしていくことで結果として豊かな兆候となる可能性が高いのが日本のバスフィッシング。どこへ行くにも軽のロッドです。完璧です。完璧ですか。どう、ちょっとまあフィッシングショーとかね、まあ、いつも触って、ね、何回も触ってみたけどね、投げてみないと分かんないね。うん、まああとリールつけた時のバランス感、うん、でもその時点ではかなり軽量なんでしょ。まあまあ軽量だな、うん、いや俺の竿より軽いな、うん、ちょっとかなり軽量だな竿先。ほう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 、はいはいはい、よどみないね、いい感じのね、うん、ベンドカーブじゃないでしょうか。はあ、ありがとう。じゃあマルチピースロットっていうとちょっと持ち重りするイメージがありますけども、何グラムか測っちゃいましょう。はい、いいよ。グリップ部分が56グラム、一番重いとこだろうね。であと4本、落ちちゃってる。100オーバーか。はい、重さ出ました。 101.6g っていうことで、まあまあ軽い方だね。5ピースにしたらとてもいいんじゃないでしょうか。まずはどこに持ってくれてるの？決まってないんだよね。三島かな。あ、まあ千葉のダムかな、うん、あれ予約取れたの？次は次は取った10、14、授業あったの？うん、あの平日だって案外取れるのかな。まあじゃあそこら辺で活躍するかなというところと、どういう釣りで使う予定なんですか？特に何も決めてないけど、ダウンショットしかやんないからね。と脳進化投げるくらいかな。スモラバとかもね、いい。あ、スモラバもできるか。だね。ちなみにお店で買ったらいくらぐらい？2万8000円かな。あ、2万8000円、うん、安いよね。10% 引きだよね。 10% 引き。え、でも3万1000円って書いてあるよね。うん、消費税です。で、2万8000円ちょっとかな。安いよな。まあ、マルチピースだとどうなんだろう。もうちょっと安く行きたい人がいるだろうけど、でもそれぐらいの値段だったらなんか安いからもあるしね。え、何よりちょっとまあ最近ほんと評判のいいレジットデザインっていうことなんで。だよね。じゃあちょっとさっきの逆で今度しまっても持って帰るかしまいで、ね、まずあの5ピース袋にしまいのところを。あれ買うの、あのなんかレジットの人とかがやってたあのなんか浮きケースみたいなハードケースでしまってたじゃん。どうなんだろうね。とりあえずそのまんまで、とりあえずこのまんまでいいかなとは思ってんだけどさ、うん、まあ、海外行く時とかもそれでハード旅行なんていうのかな、トランクの中に、うん、トランクの中にいるわけだしね。服でカバーしとけやん。うん、どっちが細い？こっちが細い。キュッキュッと結んで、入れて、シュッ。
というわけです。おお、コンパクトだね。なんか4ピースとか俺の持ってるレジット製のマルチピースは3ピースだし、もっとかさばるイメージだけどね、えこぼれちゃうぐらいね。えコンパクトはね、リュックに入れるからね。え44センチ超えないっていうことだから、うん、これはなかなか今後のマルチピースって今いろんなメーカー出してるからね、うん、じゃあちょっとマルチピースへの愛を語ってもらっていいですか。初マルチピースなんで、はい、なんもな、でもな、電車で釣り行くこともないしな、俺はな。あーでもあの赤坂の弁慶堀とかやってみたいな。弁慶堀この前さ、うん、たまたま自動車通ってさ、うん、マジあれ赤坂曲がったとこすごいあるね。あれ行ったことなかった。もう行ったことないんだ。赤坂見附駅から降りて、あ、電車だと降りてすぐのところにあって、うん、あの虎屋の手前右だもんな。赤坂なんてだってあそこ一番さ、あれ駐車料金なんかどうしちゃったんだ。いや、とんでもないんじゃない。とんでもない、とんでもない。だから電車じゃないといけないなと思って、うん、そしたらやっぱそういうマルチピースの差を取って、うん、手こぎ出してね。手こぎ、そうそうそう、手こぎ出してね。まあなんかリュックに連れ線乗るわーと、そういうコンパクトなものを持って行くっていうのがいいんだ。最近もう遠くに行くのがお金かかってさ、高速でバカになんない。行きまくってるかな、最近トズラとか。ちょっと赤坂にハマれば交通費はちょっと安くなるかな。赤坂ボート代ぐらい、ね、そんな高くない、うん、時間でいくらとかな。ああ、1日とかじゃない。 いろんな、いろんな遊び方によっていろんな料金帯があって、まあ弁慶堀だったら夕まずめだけちょっとやって飯食って帰るべとかもできるかなって思うと、ちょっとまあそういう時に行く時にやっぱりそのマルチピースロッドとか、まああれあったからじゃあ行こうかなとね。今度行ってみるかな、うん、土曜日で。あ、調べよう、それいいじゃん。それね、もう頭すごい書き方してるけど大丈夫ですか。大丈夫です。大丈夫ですか。じゃあ、改めて鈴鹿さんね、マルチピース買ったってことで、その足で釣り子第一スタジオに来ていただきましたけど、本当ありがとうございました。じゃあ釣り場でちょっとそれが活躍するシーンも撮影できればと思うんで、よろしくお願いいたします。はい、釣り子 TV の名俳優スーさんに来てもらいました。